浜松モザイカルチャー世界博2009は、モザイカルチャー世界博としては4回目に開催されるコンペ形式の国際イベントであり、日本では初めて開催された。2009年9月19日から11月23日の66日間、静岡県浜松市西区の浜松市フラワーパークで開催され、86万1325人が訪れた。モザイカルチャーとは、 モザイクとカルチャーから作られた造語。あらかじめ構築された金属フレームの像の表層部に、多種、多彩、多様な、生きた草本をデザイン通りに植え込んで作る人、動物、風景などの像及び群像と二次元の緑花床で、景観を創造する緑花造形アートと定義されるものである。前回大会が行われた中国では、立体花壇と呼ばれている。 東博では91期の作品が展示されていた。モザイカルチャー世界博の過去の開催地は次の通り。浜松市フラーパークにて開催された。浜松駅と弁天島駅から路線バス、または直通バス利用。浜松市フラーパークに設けられている既存の駐車場は一般車両の利用はできず、西区共和町に設けられた臨時駐車場を利用の上、シャトルバスで会場へ赴いた。 ありがとうございます。